年の夏、私はアメリカでの語学研修である女性と出会いました。イ・キョンミさん、韓国伝統打楽器チャンゴの奏者です。研修最後の日、キョンミさんはチャンゴの演奏を披露しました。あの時聞いた太鼓の響きは今でも耳に残っています。5年前、キョンミさんは九州大学芸術工学院に入学しました。韓国の大学を卒業し、社会人として働いていましたが、そのキャリアを捨て、日本に来ることを決意しました。伝統打楽器の教師という職を手放し、周囲の反対を押し切って日本への留学に踏み切ったのです。やっぱり一番刺激になったのは、その自分があんまり好きじゃなかった日本人が叩く和太鼓チーム、音楽でこうすぐにその壁とかを乗り越えて、そのすぐなんか自分の話もしたくなるとか、この共感は音楽で始まったけど、それ以上にやっていきたいという気持ちが、その音楽の根本的な刺激と考え方にもそれが影響されたと思うんですね。2010年11月、福岡県天城市で活動されている和太鼓チーム、卑弥呼太鼓を訪ねました。卑弥呼太鼓のメンバーにキョンミさんが出会ったのは、12年前韓国で行われたある音楽祭でした。そこで初めて耳にした和太鼓の響き、キョンミさんは衝撃を受けました。その後、メンバーとの交流が深まっていく中で、キョンミさんは日本への留学を意識するようになりました。最初天神で一人でチャンゴでこう叩きながら PR をしながら、それからずっとやってきて、友達ができて、最終的にはチャンゴ教室もやることができたということですね。これは誇りを持っているものないとできるもんじゃないですし、非常にパワーとエネルギーがいることじゃないかなと僕は思っています。一緒に叩くと音的にも和太鼓の方が音が大きいので、多分チャンゴの音って消えてしまうんですね。だからお互いに一緒に叩くことは少なかったんだけど、やはりこっちが叩いてこっちが叩いてっていう風なジョイントみたいな形が多かったんじゃないかなと思ってます。で、もともとこう勝ち気っていうか気の強い女性じゃないかなと思うんです。表面はですね、本当は内部なんだろうけど、もちろん自分たちもその太鼓を通じてから彼女と知り合ったけども、私はもう自分の娘みたいな感じがしてね、非常に素直で頑張り屋さん、間違いは間違いきちんと言うし、ジョンさんとしては自分はどういう性格だったんですか？性格自分の性格にしろ何にしろ、その完成されてると思ってないので、いつでも変えられることだと思ってるんですね。自分 の、 その性格であっても、その自分の状況でもあっても、後悔する時もいっぱいあるし、挫折しながらこう今日の自分と明日の自分とその中でこう性格になっていくだろうとは思うんだけど留学生活の中でキョンミさんは積極的に活動の輪を広げてきました。定期的に参加しているアフリカンミュージックグループとのセッション、福岡で活動されているチームです。韓国の伝統音楽とは演奏スタイルも音色も異なる全く新しい音楽に挑戦しています。最初に会った時は結構話しかけてもあんまりこう、ありきたりな話しかできずに、いまいちこうなんかよく慣れずにいたんですけど、ある時になんかちょっと寂しそうに一人でいるところを話しかけると、なんかこう私にもちょっと興味持ってくれたみたいで、正直変な子だなと思いますね、でもすごい頑張り屋さんです、何事も真面目で誠実だし、努力を惜しまない人だなと思います。で、忍耐力とかも多分普通の人以上にある、そういう面じゃ尊敬しているところです、アフリカの音とは結構低い音がドスドス鳴る中でも高い音も